だけなんだ。うん。すいません。ワイヤーブラシを使って剥がしてます。私は慣れない手つきでスポンジを剥がしてます。ちょっとカメラ持ってるんで、うまく撮れませんけど、こんな感じです。あとはいかに綺麗に落とすかでしょう。塗装感覚ですね。筆のり吹き出しております。これが秘伝のタンポン。部分的にやるんで、これは糊は購入先から一緒に買いました。1缶1500円ぐらい。塗って乾くまで待った方がいいっていう。はい、そうですよ。こう、ペトペト。このぐらいの粘りがいい。このぐらいの粘りですね。はい。このぐらいがいいとこです。いや、行きます。はい。ちょっとじゃあ撮影どころじゃないですね。ちょっと残念ながら。はい、引っかかりますよ。はい。糊の塗り方も。もうな手慣れたもんですね。やっぱりこのタンポンのこれでシワにならないに、手の里つかないにやるのがミソみたいです。綺麗なもんね。ゴシ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 、うん、やってるつもり今弟子入り中ですので、うん、いやでもやると簡単そうに見えますけどね、うん、実際には結構いや簡単ですよ、うん、綺麗なもの、だいぶ進んできました、やっぱりこれ一度に前の方をやらないっていうのがミソなのと、ここで切れ込みを今入れてあります、ここが必ず三倍山とか浮くそうですので、ちょっとずつやるっていうのがミソだそうです。余分なところを切ります、横はライニングトリムで隠れるので、ほとんどぴったり余分に回したりすることはないです。ここはクリップで止まってますので、クリップで入れてきます。ここ折ってしまいました。残念、取り扱い規制が折れないで済んだの。